ティーラウンジへ向かっていたようです。ですが何やら様子がおかしかったです。いつものミントさんと違いました。どこがと言われると困るのですが、怒っているのですか。刺激が強いという意味で言ったまでです。まだ小さい子もいますし、とっさに言い繕ったように聞こえるのは気のせいでしょうか。そうですわね。ミントさんのお菓子を台無しにしてしまって申し訳ありません。いえ、こちらこそ不注意で、ウサギさんたちに怪我がなくてよかったですわ。はい、みんないます。ええ、もう何ともありませんわ。バニラさんは？
私は平気です。それよりミントさんの方が心配です。私ですか？ご心配なく、どこも怪我しておりませんわ。いえ、そうではなくて。ああ、私、お菓子を買い直してこないと。皆さん失礼しますわ。心配ございませんわ。転びました。私のせいで。え？一緒に出かけようって。遠慮いたしますわ。話、何か大事なお話ですの？私、忙しいんですの。申し訳ありません。それでは、私は失礼いたしますわ。おどきください、タクトさん。部屋に戻れませんわ。聞きたくありませんわ。ずるいのはどっちですの？
タクタさん、一つ聞いてもよろしいですか？タクタさんは私のことを好きですか？あ、タクトさん、こちらにいらっしゃったのですね。千歳さん、例のメッセージの件なのですが、お取り込み中のようですので後ほど。やはり答えられませんのね。よくわかりましたわ。